とりあえず一旦チャンネル登録しよう。ハロー皆さん、こんにちは、コスケです。3月6日発売のポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックス、皆さんやってらっしゃいますでしょうか。今回はね、まあこの動画を撮っていくわけなんですけど、まあストーリーの実況はね、まあいつかやるとして、今回はですね、レベル上げ、なんかね、今までのやつにはなかったね、新機能がね、このデラックスでついて、この幕の下のね、訓練所で、この本気の訓練っていうのがあれできるんですよ。で、これがね、この本気チケットっていう、まあこれはね、依頼クリアしていったりとか、まあ、そうだね、基本的にそれかな。あと宝箱の中に入ってたりとかでもらえるんですけど、これね、訓練時間っていうのがあって、この訓練時間の間もうずっと戦い続けると、そして経験値が一気にドカッと入ると、ね、まずはやっていきましょう。で、まずね、キャラクターはこの訓練を始めるってやった後に選べるんですけど、本気の訓練で S 持ってないんで、まあ、とりあえずね、本気チケット A で、で、これが今一応僕が仲間にしているモンスターで、まだ全然ね、やったばっかりなんで、あれですけど、ワニノコのね、ノコノコさんをね、まず鍛えたいと思います。でも始まったら、もうね、すぐに、もうバトル始まるんで、この55秒間ね、止まらないんですよ。だから、もう死ぬまでやり続けると。あ、やばい。ほら、もうこれがロスですね。よし、こんな感じで、よいしょ。攻撃していくと。で、敵の中でなんか丸くなるとか、そういうね、技を使ってくるやつがいるんですよ。こういう鳴き声とか。で、ほら、こういうの。で、マジこういうのがね、マジめちゃめちゃ迷惑で、こんなんやられたらね、もう攻撃できないしっていう、もう最悪の。あ、これとか。で、死ぬと、あ、今いい感じだね。死ぬんだけど、これね、時間制限内だと死んでもね、すぐ生き返ることができると。いや、このね、2回連続の攻撃もね、すごい時間の無駄ですね。で、このオート周回にして敵を見つけたらすぐ攻撃みたいな。で、今作から、普通のね、通常攻撃っていうのがなくなって、全部ね、技としてカウントされていくんですね。なんか A ボタンを押すと、その、一番相手に効率のいい技を当てるという、勝手に。ちょっと迷惑なんですけどね、この機能、逆に。はい。で、今、まあ、適当に倒しました。したら、一気に、16から18。こんな感じでレベル上げができて、まあね、でもこの運に左右されますね、結構。よし。で、こんな感じでレベル上げていくことができるんで、まあ多分ね、エンドコンテンツとかもこれでゴリゴリレベル上げていくんじゃないかなって感じなんですけど、まあダンジョンに詰まったらこのチケットを活用してレベル上げていきましょうってことなんですけど、なんかね、多分ね、後半のダンジョンになると、この主人公と相棒のキャラクターが多分メインにね、なっていくと思うんで、多分クリアまではこの2人は多分ずっといるんでね。だからぜひここでその主人公たちのレベルをガンガンに上げてやっていきましょう。それではね、これからも、まあ、ポケモンのね、動画ちょこちょこ上げていきたいと思っているのでよろしくお願いします。さよなら。